3! 7だ。少し前までは苦手意識あった子だけど、最近ようやくいける口になってきたよ、私。なんかどっかの訓練兵みたいだね。ちょっと待って、副属性ついてんじゃん。マジか。あ、ようやくこれ本格的に実施してくるかな、今後。60か。なるほど。だからこれは、要は、重複でかけることを狙いにしてるのかな。3回くらいいける?頑張れば。ちょっと待って、これさ、なんだかんだでぶっ壊れの気をするのは私の気のせい。だ、やりようによってはこれいくつかの無茶マジで、あれじゃね。耐久でスリップダメージ与える戦法増えるよ、マジでこれ。うわ、ちょっと欲しくなっちゃった。ってことで、ルーレットでやっていきましょうか。しかし、どこから見ても、いや、やめよった作品のネタに振られるのは。はい、行きまーす。荒井先輩ルーレット。ピリ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 。さて、3.5 周年間近で、私、クソデブの運気は、壮大に、減少したかって言わせるんじゃね。ねえ、もう、ほんとによ。ああ、これ、いいね。ありがとうございます。いや、これ、ほんとに、ずっとしつこく言ってきてるけど、もう、何、ほんとに、音声認識ってあるの?もう、ほんとに存在するの?いや、もう、ずっとさ、データ取ったり、研究したりしてるけどさ、いや、ほんとにあるのか、マジで。私、今ね、流れがいいんですよって振り入れればさ、もうほんと、マジでさ、何の話してんだろう。もう、残酷だな、もう、また嫌いになっちゃいそう、悪いけど。天才博士?いや、ただの食いしん坊じゃないの?何を食べてるんだい?ちいちゃい字、もう読めねえんだけど。とにかく、中確率、俺の大嫌いな中確率で、クタクタとズキンズキンがそれぞれ抽選されると。あ、これ、私が使うと、敵一切状態以上受けないよ。中確率だから。いや、回避はちょっとな、高難度クエストで、まだファニーだかラブリーのボスで出してるの見たことねえけどな。5回っていうのも気になるんだよな。今後出てくるのかな?助手の時は比較的残酷でしたが、あなたは分かってくれるでしょ?空気大事にね。怖いな。行くぞ!あれ、先輩ルーレット!ビビ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 ビダメ、ほんと。悪い予感だけは法則性があるかっつうくらい的中するからさ、もうほんと。なんでだろうね。いや、もうほんとにそういう法則なのかね。ああ。いや、それとも、あれかな?まだ諦めたらいかんかな?ねえ。はい、残念!おい、フォトだろ、次。何?いや、分かってたよ。何も期待してねえよ。ああ、これ最後か。もう絶対、はい、さよなら。もう、残酷なお前ら二人のガチャ。くそー、もてあそぶだけもてあそびやがって。ほんと、あの二人は。いや、違うな。いや、もうちょっとね、ちゃんと関わらないとダメですね。俺自身まだ二人を受け付けてねえ証拠だわ、これ。ごめんなさい。4枚です、今月は。いや、もう、勢いよく行こう、躊躇せずに。今年はね、攻めます。はい、行きます。あれ、絶対ルーレット。ペペ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 ペロバ、もうその勢いでさ、もうそのまま出てもいいよ。はい。ほらね、いや、勢いなんですよ、今年は。もう今年の荒井先輩はほんと攻めていらっしゃいますから。いやー、素晴らしい。14枠目、実質。めっちゃ嬉しいっす。いやー、さすがはあれですね、3.5 周年だわ。やはりそれもあります。よっしゃ、この勢いを大事に2枚目いきます。レッチ。荒井先輩ルーレット!ブラッサーと夜演出。勢い勢い。はい。あー、パーパパパパパパー !7 枠いや、これも嬉しいでございます。はい。ありがとうございます。いいよ、3月。さすがはアニバーサリーラッカークソデブ。はい、3回目。いきます。こけー荒井先輩ルーレットピピ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 ピ悪くはないよ。今も、ずっとシーサーバル道場で活躍してるんで。6かな確か。よしよし。さあ、ラストか。勢いよくだ。行くぜ!あら、絶対ルーレット!ピピ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 ピなんでそこはしっかり予告通りなんだよ。
去年実装してもいいんじゃない？まあ今に始まったことじゃないんだけどさ、全然。もうオーロックスせっかく迎えたのにな。いやーもうこれが当たり前になってきてるのか、もういくに受け入れないとね。はい。ズキンズキン専門家って感じだね。まあ、これが、やっぱ最近の注目スキルだよね。耐性現象。正直私はこれぶっ壊れな要素だと感じてるんだけど、どうみんな。さて、まあ、言ったって無料だからね。全然期待してないし。今月の後半はあんまりいいとこないよ。残酷な印象ばかりだよ。うん、だがもういいや、今月は畳みかけられて。いきます！アライ先輩ルーレット！でで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 で、なんだ！アライ先輩！さあ、はえ、嘘でしょ！いやもう本当にさ、初、あ、いきなり、え、待って、あもう絶対確率がねえよな、もう発言の仕方だよね、絶対。絶対出ねえと思えば、もうここは正解なんだわ。あー、いやー。面白いね、ここの AI さん。そういうことか。はい。フラグ回収が早いっていう次元じゃねえもん。どうやっていじってんのこれ、ほんとに。絶対偶然じゃねえもん。偶然繰り返したらそれはもう必然って言うんだよ。まあ何を文句言ってるんだろうね。もう一回か喜びを味わいたいんですけどね、こっちは。すみませんね。もうでもそういう傾向であることはもう断言してもいいよね、いい加減。絶対ではないけど、そういう傾向。まあだから無心はやはり効果的なんでしょうね。だって AI が認識しようがないもんね、あれは。はぁ、あ、はい。スマトラトラだよ。木に登ったり泳いだりするのが得意なんだ。ちっこいからって子供扱いはしないでね。言うてもトラだからね、君。普通に人間がやられるわ。ごめんな、せっかく迎えたのに素直に喜んであげられなくて。ここの探検隊の AI はとにかく私の発言に対して逆らう傾向にあるからさ。ったく。まあそっちがその気なら、私はもう利用するまでだから。な。今後、覚悟しとけ、この天の弱 AI 野郎。